時刻は6時半です。澤田研最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830、こちらザ・タイガース瞳みのるさんオフィシャルブログの記事から、8月8日の記事から、記事タイトルはポール・マッカートニー写真展ということで、ザ・タイガースの瞳みのるさん、そして岸部一徳さん、森本太郎さんがですね、まだジュリーの誕生日をやってなかったということで、なんとね、お三方が澤田研さんの誕生日会を新宿にてされたということで、この辺ももうファンの皆様からすれば熱い友情に感動という感じがいたしますけども、なんと日本のレジェンドザ・タイガースの方々が世界のレジェンドザ・ビートルズのポール・マッカートニーさんの写真展を4人で見に行ったという、これもまたすごいんですけどね。現在六本木ヒルズで開催中のこちらの写真展なんですけどもね、いやー、これもなかなかすごいちょっと鳥肌な感じがいたしますけども、そしてその写真展の後に森本太郎さんが非常にお気に入りの日本料理店に行かれたということで、その写真がですね、瞳みのるさんのオフィシャルブログにて掲載されておりますけども、ほんと色鮮やかな日本料理の数々が写真としてアップされてますので、ぜひチェックしてみてください。本当にね、ザ・タイガースの4人の熱い友情もそうですし、ポール・マッカートニーの写真展をどんな感じで見られたのも気になりますよね。こちらの動画の概要欄に瞳みのるさんのオフィシャルブログの URL、 そしてポール・マッカートニーさんの写真展の URL もつけております。よろしければ合わせてチェックしてみてください。ポール・マッカートニーさんの写真展は六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで現在開催中、9月24日まで開催ということなので、ジュリー、そしてザ・タイガースのお三方が見に行ったこちらの写真展、ぜひチェックしてみてください。当 YouTube チャンネルでは不定期夜6時半にジュリー、澤田研さんの最新ニュースを中心に配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。